はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、青年非後見人が遺言する場合、どのようにして遺言するのかについて解説します。民法973条の内容です。青年非後見人も単独で遺言することはできるんですけれども、まあ、つまり、青年後見人の同意とかは必要ありませんよってことですね。ただし要件があるんですね。その要件が、まあ、1番、2番になってきます。どういった要件かっていうと、まずその遺言する青年非後見人、例えば、認知症がもうだいぶ進んでいる方とか、そういった方です。そういった方が遺言する場合、その方が自理を弁識する能力が一時的に回復した時のみ遺言することができるんですね。つまり遺言書を書くことができます。自理を弁識する能力っていうのは、自分がある行為を行ったらその行為の結果が分かる能力です。まあ、今回の事例で言えば遺言するわけですよね。遺言したらどうなるのかということがちゃんと分かっている、そういった時のみ遺言することができるっていう話です。こういった青年非後見人のような認知症の度合いが重い方でも物事の判断ができるような時ってあるんですよ。まあ、波があるんですね。だから一時的に回復した時、その時のみ遺言することができます。で、この場合っていうのは医師の立ち会いが必要です。で、しかも医師は2人以上必要となってきますんで、この点注意しましょう。まあ、つまりここまでをまとめると、青年非後見人の場合、自理弁識能力が一時的に回復した時のみ遺言することができて、その時は医師2人以上の立ち会いが必要ですよっていう話です。医師2人がいる状況で、まあ、遺言をするっていう話ですね。で、その場合、医師っていうのは遺言者が遺言するときに精神上の障害により自理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名押印します。自理弁識能力を欠く状態っていうのは、自理弁識能力がない状態です。そういう状態じゃなかった、つまり自理弁識能力はあったって話なんですね。それを遺言書に付記して署名押印しなければなりません。つまり青年非後見人が、まあ、遺言しますよね。自分で書きます。自筆証書遺言の場合は書きます。で、書いて医師がその遺言書に自理弁識能力はありましたよっていうふうに書くと、で、署名押印すると、まあ、いった内容です。で、公正証書遺言の場合だったら、まあ、公証人がいますよね。まあ、公証人が書いた遺言書に医師が付記すると、今言った内容を付記するという話です。じゃあ秘密証書遺言の場合どうするのか。秘密証書遺言の場合っていうのは、この青年非後見人は中身を見られたくないわけだから、遺言書をこの封筒、まあ、ここでは封紙って書いてありますね。封紙っていうのは封筒って考えてもらって大丈夫です。封筒の中に入れます。入れてこう封印するんですね。ということは遺言書に付記することができないわけです、医師は。なので、その場合は風刺、この風刺自体に自理弁識能力はちゃんとありましたよっていう旨を記載して、で、署名押印をするといった流れになりますよっていうことです。まあ、内容的にはそれほど難しくないと思います。まあ、イメージしていただければわかるんじゃないのかなと思いますんで、まあ、何回か動画を見ていただいて頭に入れていただければと思います。特に1番2番はもう基本的な内容なんで、ぜひですね、頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。